ヘンリク2世、ヘンリク2世ポボジュヌイ、ポーランド語、ヘンリク EP ーーバースニードイツ語、ハインリヒーデアフラム、1196年頃から1241年4月9日は、ピアストアサのポーランド大公、在位、1238年から1241年、シロンセクイコールブロツワフ、クラックフ、ビエルコポルスカ南部の公でもあった、在位、同、 また1238年から1239年まで、及びオポールイコールラチ部署の2広告の摂政を、務めた。ブローツワフ公、ヘンリク一世、ヒゲ公の息子で、母はメラーのコーベルトルト四世の娘ヤドビが、後にシロンスクの守護聖人、経験公、ピーバースニーと呼ばれた。ブローツワフ公爵夫妻の次男として生まれたが、2 ボレスワフが1206年には隠して死んだため、公爵家の後継ぎとなった。その7年後の1213年、弟のコンラとも狩猟中の事故で、悲劇的な死を遂げたた、兄弟のいなくなったヘンリクは、定置シロンスク全域の相続者となった。1218年、父ヘンリク一世は息子を、ボヘミア王をおたかる一世の王女アンナと結婚させ、 ギフトの同盟関係によってヘンリクは国政への発言権を持つようになった。ヘンリク一世は唯一生き残っている息子に自分の持つ全財産を受け継がせようとし、1222年以後、若いヘンリクは父と共に文書に署名するようになり、2年後には独自の印字と書記を持つようになっていた。1227年に開催されたゴンサバでの諸公会議で、 ヘンリク一世とレシェク一世、シロコウは騙し討ちに遭い、レシェク一世が暗殺され、ヘンリク一世も深手を覆った。この時、若いヘンリクの手に初めて国家統治が委ねられた。2年後の1229年にも再び同様の事件が起き、ヘンリク一世はマゾフシェコウコンラト一世に捕らえられた。父が補修中であった。 時期のヘンリックの統治は、早いうちから父に国家統治を任されていた経験のおかげで万全なものであった。1229年から1230年にかけ、ヘンリックはゲンルブ首のある地方名を回復、確保するための遠征を行い、1233年から1234年にかけて続いた父のプロイセンとビエル・コポルスカへの遠征を持ち的に援護した。 父との共同での政治活動が多くなってきたことで、1234年に、ヘンリクは公式に父の共同統治者を名乗るようになった。同時に、父子は公的には権力を分有することになった。ヘンリク一世は、クラックフ、長子領とシロンスクの公を、ヘンリク二世は、シロンスクとビエル・コポルスカの公を名乗ったのである。 ヘンリク二世の単独統治は1238年3月19日にヘンリク一世が亡くなってから始まる。父が死んだ時、ヘンリク二世は40歳前後だったが、いくつかの難題をも受け継ぐことになった。最初の問題は、彼自身が父から権力を相続することに関する問題だった。ヘンリク一世の強大な権威は、血統による世襲統治地域だった定地。 シロンスクにしか及んでいなかった。ビエルコポルスカ南部とクラクフは、長子領で、その統治者の地位は、ヤスト家の諸行達の中から選ばれる決まりだった。かつてのビエルコポルスカ及び、クラクフ公だった、ブワディスワフ三世は、領地のすべてを、ヘンリク一世に譲る内容の遺言状をしていたが、マゾフシェ公コンラと一世とブワディスワフオドニツはこれを、無視した。オポーレイコール。 ラチブ首都については、この地域の統治者である、ミエシュコ二世と、ボレスワフ五世が未成年だったおかげで摂政としての権威を維持することができた。一年後の1239年に、ヘンリック二世は、摂政の地位を追われたものの、オポーレとサンドミエシュの二人の公爵とは良好な関係を保ち、カリシュとビエルニを領有し続けた。しかし北部での情勢は複雑だった。 ブランデンブルク編教博夫三世は、ヘンリク一世の死を後期と見て、三徳の要塞を奪取して、ルブシュを包囲した。ヘンリク二世はこれを解放するためのルブシュの戦いに、敗れ、三徳を喪失した。この騒動の一方で、ヘンリク二世は、父が約束していた、保障の支払いを迫る、マゾフシェココンラト一世、ブワディスワフオドニツ及びグニエズの大司教ペウカに、 引き入られた、教会勢力とのいざこざを抱えていた。しかし、ヘンリック2世にとっては、幸運なことに、この苦境は1239年6月5日に、ブワギスワフ・オドニツが二人の幼い息子ボレスワフと、プシセミス一世を残して、要去ると同時に一変し、この状況を利用して、ヘンリック2世は、グニエズノを含むオドニツの医療の大部分を奪い取り、オドニツの息子たちには、 ナクーなどのテチョンとイシチェのみを安堵した。ヘンリク二世の次なる計画は、挑戦的なものだった。彼は、一族が代々続けてきた神聖ローマ皇帝家である、法ンシュタウフェン家との同盟関係を破棄し、教皇グレゴリウス九世と結ぶことで、教会との圧力を直ちに収集した。さらに、コンラと一世との争いを終わらせ、二人の娘を、コンラと一世の息子たちに嫁がせた。 長女のゲルトルダをボレスワフ一世と次女コンスタンツヤをカジミエシュ一世とそれぞれ結婚させたのである。ヘンリク二世にとって難しい時期は去ったかに見えたが最悪の出来事はその後にやってきた。東方からモンゴル帝国が迫ってきたのである。バトゥに率いられたモンゴル軍はルーシ人たちを打ち破ってキエフ大公国で破壊の限りを尽くした後、 モンゴルのルーシ侵攻、ハンガリーを次の標的として、西に攻め上ってきた。バトゥは懸命にも、ハンガリーと戦うためにはまず、ポーランドを征服せねばならないことを理解し、ニーオルダ指揮下の1万人の兵をポーランドへと差し向けた、モンゴルのポーランド侵攻。1241年1月、バトゥはルブリンとザビホストに石膏を派遣したが、攻撃は、 その1ヶ月後に開始された。マボポルスカでは、モンゴル軍の敵はいないも同然で、2月13日のトゥルスコの戦い、3月18日のタルチェク及び、フミエルニクの戦いで敗れたサンドミエシュの貴族のほとんどが殺され、犠牲者の中には、クラックフ級中白、ブージュミエシュ、ジョーダイクレメントスブジェジュニツァなどがいた。この直後、クラックフとサンドミエシュを含む、 マオポルスカ全域がモンゴルの支配下に置かれた。ヘンリク2世は西側諸国から約束された援助を待つことなく、レグニツァの地点で敵を迎え撃って、マオポルスカの残党と自らが要するシロンスクを呼び、ビエルコポルスカの軍勢を保持する作戦になすることにした。ヨーロッパ諸国の統治者たちは、 皇帝と教皇の争いに関心を集中させており、ヘンリク二世の救援要請を無視していた。外国から加勢しに来た軍隊は、ヘンリク二世の議定である、バーツラフ一世率いるボヘミア軍及び、テンプル騎士団と、セイヨハネ騎士団の混成軍だけだった。最終的に彼らの軍勢は、レグニツァ近郊で進軍を止めたが、ここでは、簡単に、モンゴル軍の餌食となってしまう恐れがあった。 1241年4月9日のレグニツァの戦い、ワールシュタットの戦いにおいて、ヘンリック二世は大敗を喫し、戦闘中に殺された。この敗北は、支援を断ったヨーロッパの諸王たちと、予期せぬ敵人逃亡で面目を失った、オポーレイコールラチブシコオミエシコ二世に対する、豪豪たる非難を巻き起こした。ヘンリック世の死について書き残したのは、ヤンゴシと、 タタールの歴史、ヒストリー・トルタトレムの作者シード・ブリギアの二人であるが、前者の記述は現在では疑われており、直接戦いの当事者に取材した校舎の記述の方が、より信頼されている。ポーランドにとっては幸運にも、モンゴル人はポーランドに対する占領支配を意図しておらず、彼らはレグニツァの戦いの直後に、ハンガリー領モラビアに移り、そこで、 バトの率いる本体との合流を待った。ヘンリク二世の死体は首を引きちぎられていた上全裸に向かれており、未亡人、あんなだけが体上の特徴から夫を識別することができた。ヘンリク二世の左足には指が六本あったのである、多死症。この事実は1832年、ヘンリク二世の棺が開かれた時に確認されている。遺体はブローツワフにある、 フランチェスコ会の聖約部協会に埋葬された。わずか三年間の短い知性だったにもかかわらず、ヘンリック二世は、ビエルコ・ポルスカとクラクフの人々に、理想的なキリスト教徒の戦士、領主として記憶された。しかし、その華々しい経歴は早すぎる死によって断ち切られた。死後、医療は、長男のボレスワフ二世が継承したが、後に、 他の息子たちとの戦争に敗れて、領土を分割、シロンスク・ピアスト家の領土は小規模な国家軍、シロンスク公国軍に分かれてしまった。1218年までに、ボヘミア王をたかる一世の王女アンナ、1204年頃から1265年6月23日、と結婚し、10人の子供を設けた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。